はい、こんにちは、瀬戸康史です。この間ですね、ガリガリ君のコーンポタージュ味が売れすぎてですね、たった3日で販売休止になってしまった事件がありましたけれども、今日ですね、またすごいニュースが入ってまいりましてですね、こちら、日清食品、冷凍日清カプセルスタイルチキンラーメンおにぎりと、カップヌードルおにぎり、このですね、2つの商品が実は9月の1日に、発売されていたんですけれども、これが本日9月の19日にですね、販売休止ということで、当初の販売計画を大幅に上回り、商品供給が追いつかない状況となりましたと。つきましては誠に勝手ではございますが、当該商品の販売を一時休止させていただきたく存じます。今後は供給体制を整えた上で、できるだけ早い機会に販売を再開させていただけるよう、鋭意努力してまいる所存ですということでございます。というわけでね、僕は今日急いでね、スーパーに行ってきてですね、買ってきました。そしたらありました。見えるかな、これ、これがですね、チキンラーメンおにぎり、そしてこれが、カップヌードルおにぎり。僕ね、こういう商品自体があるの知らなかったんですけど、これね、行ったらありました。で、これがチキンラーメンおにぎりの方はまだ若干あったんですけれども、このカップヌードルおにぎりの方はもう残り1個ということで、多分これから入荷もないと思われます。販売再開はなんか他のブログの記事によると10月ぐらいというふうになんか書いてありましたけれども、まあしばらくは、食べられない状態ということになってしまうので、早速今日買ってきて今から食べようと思います。はい、では早速食べていくことにしましょう。まずはこちら、カップヌードルおにぎりから食います。これ何なのかっていうとですね、冷凍のおにぎりです。開けてみましょう。チャッチャラー。はい、ドーン。なんだこれ。こういう状態のものが入っています。おにぎり3個入りってことですね。これがちぎれるようになってて、ほら、こういう風にちぎれるようになってましてですね。こういう風にね。なんかアイスみたいだね。アイスみたい。で、これをレンジでチンして食べるということみたいです。では早速、レンジでチンしてみることにしましょう。早速、電子レンジに入れますよ。はい、いきまーす。700ワットのね、うちのレンジ。これでですね、だいたい1分20秒、1分30秒くらいかな。こんな感じで、温めていきまーす。はい、出来上がりました。もう、ジューって言ってますね。比較するためにチキンラーメンおにぎりもやっちゃいましょう。はい、こちら、チキンラーメンおにぎりやっちゃいます。せい！はい、3個出ました。1個ちぎって。レンジに投入します。1分半。はい、出来上がりました。チキンラーメンおにぎり。はい、できました。こっちがカップヌードル、こっちがチキンラーメンです。結構レンジすると熱い。早速開けてみましょう。まずはこちら、カップヌードルおにぎり。ここに開け口になってるんで、これをこう開けるんだよね。おー、黒い。カピジーより黒いんじゃないかこれ。はい、これがカップヌードルおにぎり。はい、こちらチキンラーメンおにぎり。こっちがカップヌードル、こっちがチキンラーメン。カップヌードルの方にはエビが入ってます。ここね、エビが入ってます。チキンラーメンの方にはなんか卵とかね、入ってるね。では早速食べ比べてみましょう。ではカップヌードルおにぎりの方からいただきます。お、これはうまい。カップヌードルご飯っていうのが以前あったじゃないですか、四角い容器に入ってる。あれともね、またちょっと違う感じですね。うん、うまい。うまっ、これうまいわ。一気にこんだけ食っちゃった。では次、こちらチキンラーメンおにぎりの方を食べてみましょう。お、味が違う。チキンラーメンのあの味、よく見ると、これ見えるかな、これ麺が入ってんの。細かく刻んだ、あの汁の一番下の方に残りがちな、あの細かいチキンラーメンの麺が入ってる。うん、うまい。本当にラーメンの汁とご飯混ぜてみたいな。こっちは麺、知らなかったな。今日販売休止のニュースを見て初めて知ったからね。こういうマーケティングなのかなとかね、そういうね、あれもありますけど、まあね、美味しいからいいんじゃない。
はい、というわけでですね、9月の19日に販売休止になりました日清のカップヌードルおにぎりとチキンラーメンおにぎりでした。今日まだねスーパーにあったから、もしこの動画見てねスーパーに出しすればまだ買えるかもしれない。よかったらチャレンジしてみてください。というわけでですね、こちら販売休止になったこのおにぎりたちでした。じゃあのー。